幼女戦記少尉？まあすまない。で、何の話だったかな。あ、はい、少尉がおっしゃられていたサラリーは辛いとかなんとか。サラリーマンは辛いか。そのサラリーマンとは何なのでしょうかと。諸君らには分からずとも良い代物だよ。ここではサラリーマンという和製英語は通じない。そんな世界に転生させたのが神、いや私が呼ぶところの存在 X なのだが。存在 X、 全くもっていまいましい。何が神だ、何が新人だ。確かに確かに力を持っていることは認めよう。このような世界に私を送り込んだのだからな。しかし私は神など信じはしない。この私が知る限り、今時公然と神を名乗るなど気ないかうさんくさい税金優遇が過ぎる某法人くらいなもんだ。いや、いたな。ど定番のお笑いだ。神ではなく神さん。とんでもねえ、私は神さんだよって。こんな思考するほど冷静じゃないのか私は。少尉、少尉。そもそもだ、そもそも私に信仰を教えたいという状況でこんなシチュエーションを作ること自体全くもってセンスがない。生物学的な強者で追い詰められていない人間に与える過酷な状況がこれか。この世界に、そしてこの体というわけか。覚えておけ存在 X、 貴様のその直情的かつ浅はかな行為をいつかその身に帰してやる因果応報だ。少尉、少尉。ああ先ほどからぼーっとされて急に険しい顔になられたかと思ったら今度はお笑いになられて。あ、いやちょっとな。それはそれは楽しいことを思い出していた。楽しいことですか。ああ、今日の夕食はアイントプフらしいが、ソーセージが2倍入っているらしいぞ。え、そうなんですか。うん、それを思い出したらつい浮かれてしまったというわけだ。そうだったんですね。ソーセージ2倍か、楽しみだな。おかわりとかできないですかね。たらふく食べたいです。首を洗って待ってろよ存在 X。